はい、金持ちな石ころです。今回はスタンブルガイズやる前にちょっとガチャ引きたいと思います。これはね、まエモートスタンプ挑発をできるガチャなんですけど、一回やっていきたいと思います。そしてね、まあね、できればアニメーション欲しいんだけど、何が出るかなって感じ。あ、これ妹だね。あ、これ持ってる。まあ、しょうもないんでやっていきましょうか。でもちょっと待って、もう一回リベンジさせて。これガチャ依存。ガチャ依存は本当にやばいんで、やめた方がいいと思う。でも俺ちょっとリベンジしたいからもう一回やらして。あ、これ王冠？だから妹はもういいっつってんだろ。ガチ無駄金なんだけど、ガチ無駄金だった。あの300ジェム、マジあのガチャはもうおすすめしません。ゴミガチャです。はい、それしか言えません。はい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 、また泥試合ね。なるほど、ちょっと多分パンチ買いたいんでね、早く。なるほどね、なるほど、まあいいでしょう。その点はもう理解してます。まあパンチ、あれ、ちょっとこの王様大丈夫？大丈夫？大丈夫ね。あ、まあこういう挑発してるからもキックをおすすめします。そしておっと、こいつが赤の鶏をやったと。次の、ゲームはイカゲームみたいな、なんかね、これゴミ、これ運だよね本当に。てかウサギ多くね。あ、これウサギ年だからか。はいはい、運ゲーを制し、あ、もうダメだ、もう滑舌もなってる。そっちね、なるほどね。ウサギ年だからウサギが多いって言うか。はい、決勝ハニードロップですね。はい、頑張ってやっていきましょうか。ちょ、まあ、俺の先を歩くな。待って、俺の先を歩くな、マジで。ナイス、待って、ミスった。待って、危ない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 。ジャンプしろ。ね、もう、本当にこのゲームどうなってんの。まあね、最近もね、スマホじゃなくてね、机にちゃんと台本をするようになってるんで、まあ、スマホがひび入ることはまずないんですけど、あ、待って、ミスった。危ない、危ない、危ない。このステージはやっぱり冷静さが求められるゲームだから、本当にね、焦ったら負けだよ。待って、だから俺の前を歩くなっつってたろ。は？は？え？なに？え？もう何なんだよこのゲームは本当に。何？ねえマジで何？ねえマジで何やってんのお前。公害でやってることは犯罪者、逮捕逮捕、マジで。本当にこいつは逮捕、マジで逮捕者だよ本当。犯罪やってることが。はい、お疲れ。はい、うい、はい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 、ということで、まあ逮捕者が出たので、まあちゃんと、まあ逮捕者が出たってことは害悪プレイヤーが消えたってことなんで、もう落ち着いてスタンブルガイズができるってことなんですよね。バグ直せっつってんだろブス。